日朝の首脳同士で本当の信頼関係というものを口で言うほど簡単じゃないことをよく知ってます。ですけどこいつは信じられるなと、決して気を緩めたりのなんて言うんでしょうね、油断するわけではありません。今までの経緯を全部頭に入れた上で、やはり信頼関係がない国と国との関係はどういう形になっても長続きもしないし、石破氏は日朝首脳会談に向けて誰を窓口にするかを決め、北朝鮮との連絡事務所を設置すべきとの考えを示しました。一方でロシアのクリミア侵攻や中国の海洋進出については、力によって現状を変更することは認められないと述べて、厳しい姿勢で当たる考えを示しました。